ました。ご乗車ありがとうございます。うどんタクシーのじゅんちゃんです。今回はうどんではないものをご案内します。多分うどんでないものを紹介するのは多分初めてだと思います。ラーメンを紹介します。ラーメンといってもさぬきラーメンです。三豊市にありますハマンドさんに来てます。ハマンドの森の大将です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。うどんタクシーが、ラーメン。はい。ありがとうございます。実は、はい、うどんタクシーの YouTube チャンネルで、うどん以外のものを紹介するのってハマンドさん初めてやった。あ、ほんまですか。はい。ありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい、っていうのも、多分見てる方なんでラーメンって思うかもしれないんですけど。はいはい、さぬきうどんではもう知らない人はいないぐらいのすごい方なんです。第1回さぬきうどん選手権っていうのが、はい、初代チャンピオンでございます。そうなんです。チャンピオンなんです。ラーメン屋の親父が初代うどんをやって、これ誰かがシナリオ書いたん違うんかいうぐらいなんかようできたあれでね、はい、屋号を聞いて、はい、どこからどこまで何分でみたいな頭にナビが入ってて、はい、でうどんの麺でしょ、はい、で、だしでしょ、だしで、ネギとか具とかが全部こうタンスの引き出しの中にぐわーっと入ってて、あの切り分けて、はい、多分ぐっとそのうどんだけに特化してみたいな、はい、そんなやつでしたね。すごいですね。いや、もう病気ですね。それで初代の称号を4代目まであるんですけど。あ、そうなんですね。初代っていうともうね、はい、なんかかっこいいじゃないですか、はい、めちゃくちゃかっこいい。で、ラーメンもさぬきラーメンなんですよね。言い出しっぺーっていうか言い出したもん勝ちなんで、はい、もう元祖とか宗家とか名乗ることなくもう、はい、あのさぬきうどん、うん、さぬきラーメンみたいな、はい、そんな感じでね、はい、もうありがとうございます。で、さぬきラーメンっていうのは、はい、引き上げてきて持ってきたその屋台のおっちゃんとか、うんうん、あとはそのうどん食堂であった中華そばとか、はい、であともともと中華料理屋さんのラーメンとか、うんうん、大体その3つがあの、はい、系譜とされてるらしいんです、はい、で僕はいろいろうどんを回ってた時にもう私の代でやめるけんとか、うんわしの代でも屋台畳むけんのっていう大将とかおかみさんのレシピをね一応ねあの僕あの教わってるんです。へで、はい、それが、まあ、ヒントになったっていうのもあるし、はい、川の、まあ、隅から隅まで、まあ、回って伺ったいろんなその先人たちの味と技を、はい、まあ教えていただいてる、はい、それを自分なりにまあブラッシュアップというかアレンジしてやってるんで、ん一応さぬきラーメンって言うとっても縁違うから。そういうことだったんです。そういうことなんですよ。へえ、聞けてよかった。すごい言うてしもたついに言うたも、いやほんま、あんまり言ってなかったですね。そういうのはね、すごい、ありがとうございます。はい、タイムリーなんですけど、どうも、はい、某あのテレビ全国ネットのゴールデンで、はい、どうもご当地のあれでさぬきが乗るとか乗らんとかみたいな今話があるんですよ。あ、そうなんですか。だから言っていいですか。ひょっとしたらこう新横浜のラーメン博物館の、はい、あのご当地ラーメンのとこ、はい、知ってます。あそこにさぬきラーメンのね旗がピュッと立つかもが。そうなると僕の夢は達成されて、なんかすることがどうなるかなみたいな。あ、夢だったんですね。いや、一応夢なんです。実はその4月から面白いことをまたやるんですけど、なんか朝ラーメンがね一応、はい、年中無休にして、はい、ここで朝ラーのところは、定期便ありましたんで、もう朝の常連さんって結構おいでてくれて、はい、でその人たちがやっぱりがっかりするんですよ。飯食うとこがないがみたいなね。はい、でその人たちの思いと、あと、まあ、はい、アマンド来て食べそびれたっていうお客さんのためにね、僕がほんまに一人で水曜日は投資で6時から、はい、一応15時の発表してしまったも知らんで、はい、これ私今その準備してます。あと、ハマンドキッチンカーやります。キッチンカーですか。はい、イリコヌードル。イリコヌードル、うん、あの元の屋台のラーメンじゃなくて、はい、ちょっと変化球の、ど真ん中みたいな。え、車をもうあのね、めっちゃ可愛い可愛い系ですか。めっちゃ可愛いやつ。
うどんタクシーより、うどんタクシーに負けじを取られて同じ黄色っすよ真っ黄色水仙色というか桔梗色というか、コラボしたいですね。ほんでね、カタツムリエスカルゴ型じゃないですけど、はい、普通にありがちなほらこう軽トラのようにカコカコカコじゃないんですよ、うんうん、こんもりとこうねこうなんか丸みを帯びたというか製造者ですか、うん、で上からこうじゃなしにこう座ってはいみたいな感じの、あのほら普通キッチンカーっていうと上からお客さんが上から渡されますね、はい、みたいな感じでしょ、うんうんうん、じゃなくてはいどうぞみたいな、それ嬉しいです。そういうもう本当にもう細部までね一応僕仕様にしてやるんですね。うわーすごく、うわめちゃくちゃ楽しい。それもゴールデンウィークぐらいにはやれるかなみたいな、すごい、ビッグダディ号、はいすごい、おっちゃん号なんですけどね、はい、うわーなんかすごい話がいっぱい、すごいね、もう隠して持ってるもん全部言いましたね。はい、いいですか、ありがとうございます、はい、そんな感じです、おすすめおすすめ、はい、一応ね、純ちゃんいつも来ると多分ハマンドなんですけど、はい、これがまあ一応天ぷらうどんをあのイメージしたというか、一番最初に来てもらったらやっぱハマンドですかね、ハマンドか醤油ですね、でそれが、うん、はい、あっさりの塩に行くかとか、あとちょっとこうこってり系っていうかパイタンに行くかとかね、はい、まあ、そうですね、まあ2人で見えたらこのハマンドと例えばパイタン行くとかね、うんうん、そうですね、醤油とパイタン行くとかね、うんうん、すごいどれも私好きなんですけど、今回ご案内するのはまず初めての方もいると思うのでハマンドにします。お待ちどうさまでした。 あと余計づけたよ、はい、はい、どうぞハマンドね、はい、どうぞハマンド来ました。めちゃくちゃ美味しそう、煮卵もチャーシューもめっちゃ美味しそう、いただきます。美味しそう、やっぱり美味しい。完食しました。ハマンドの人気ナンバーワンのハマンドラーメンなんですけど、平打ち麺で開発に4年かかったそうなんですけど、この麺とこのいりこだしのスープがすごい絡んでめちゃくちゃ美味しかったです。さぬきラーメンハマンドおすすめです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、すいません。またお願いします。またいろんなプロジェクト楽しみにしてるので。ああ、はい、はい、まあ、とにかく喜んでもらうことが優先なんで、はい。はい。またお邪魔します。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。